大城氏大城氏は、中世日立国に勢力を持った一族で、軍事貴族、万道兵士、菅武平しくにかなれ、日立兵士の着流であり、多くの諸家を輩出した。通り寺は、三木、元。使用の家門は、向井町、三つどもへ。国家の子、貞森は、天行の乱で、日立に、多くの所領を得た。貞森は、 弟繁盛の子一吉を養子にし、日立の所領を相続させた。一吉は、日立大乗職に任ぜられ、その子孫は、代々大乗職を世襲したため、職名から、大乗氏と呼ばれるようになったとされる。だが、実際に、当の大乗氏の系図にすら、一吉の子であるためみきから彦にあたる吉田、大乗、助元まで大乗に任官されたものに関する記述は、なく、 現存する十二世紀中期以降の日立国の国画が、発給した書においても木大及び国画の税書を統括し後に、最初詩と称した九、くだらし、くだらの子に岸氏の初版があるのみである。したがって、吉田、大城、助本以前の日立平氏の着流を大城氏と称することは、身とは合致しない。日立平氏が日立の国画と関係があり、 在庁官人であった者もいたと考えられるが、スケモト以前の段階で在庁官人の頂点として君臨した事実はなかったと見られている。日立平氏は日立の中、南部に広く分布、多くの諸家が栄えた。だが、定田森の直系である平名岡が平忠恒の乱の鎮圧に失敗して失脚すると、中央政府とのつながりが希薄になった一族の統制が勘。 個々の諸家は在地領主として豪村に定着しつつ、立僧行為などを通じて中央と結びつくようになっていった。着僧家は筑波郡滝に本拠地を置き滝と呼ばれたが、研究四年1193年、滝吉美家が失脚して所領と書式を没収され、吉田氏の吉田助元表記は序美記ともに総領の地位と共に与えられた。この時に、 源頼朝からの下し踏みによって、日立大城職に任ぜられ、助元の下に、日立国の在庁官人及び日立兵士の再編成が進められることになる。源頼朝から吉田助元が、日立大城に任ぜられたこの時が、実際の大城氏の成立であったと考えられる。その子孫は、三戸城を本拠地として栄え、馬場氏とも呼ばれた。本来、大城の任命は、 朝廷の権限であったが、以降の国画の初犯には、大乗の者が加わることから、朝廷も、その任命を追認したと考えられる。また、13世紀に入ると中央から国外への、木大派遣は行われなくなり、それまで、在朝官人の中核的存在であった、くだらし系最初氏も力を失い、大城氏と血縁関係を結ぶことで、日立平氏の一族化していくことになる。 平氏系最初史の発生。ここで注目されるのは、大上氏は御家人、自党でありながら、守護の地位にはつかなかったことである。守護ではなかった、大上氏は国画をその勢力基盤とすることになり、朝廷支配の象徴であった国画や公領、一宮、鹿島神宮の祭礼への関与の関連などが、他の国々に比べて長く温存される結果になった、国河文書の加減は、 室町時代の過吉2年、1442年。一方、日立守護の地位は、鎌倉木には、小田氏が、室町時代には、佐竹氏がついていたが、彼らの国内掌握において、大城氏の存在が障害となった。小田氏は、国家の掌握を目指して、大城氏とたびたび激しい対立を起こし、佐竹氏も、口日のように大城氏の取り込みを図ることになる。 南北朝時代に入ると、大城高三木は中仙台の乱では、北条時行に、その後は宮方につき、楠木正家が、うりづら城に入るとこれに助力する。県務三年、1336年に、うりづら城は、佐竹義厚や、高志冬によって攻め落とされる。翌県務四年、1337年には、府中奪取を目指す、武家方に攻められ。 織田春久と協力して、これを撃退した。しかし、翌剣無五年、1338年には、武家方に投降し、織田春久を攻める。その後、大城氏は、吉明、元氏と鎌倉府に仕える、大城文明期が、吉明より変化を賜って、大城宣告と解明している。大江23年、1416年に、上杉全州の乱が勃発すると、 大城万津吉、千国の子を中心とする大城氏の多くは、上杉全州側に立つ。結局全州は、破れ違いし、鎌倉久保、足利持氏は全州派の処罰を始める。大城氏も、本拠地である、水戸城周辺の所領を没収され、持氏派の江戸通り坊に与えられた。万津吉は、水戸城の明け渡しを拒否し選挙し続けたが、欧二26年。 1419年に、府中へ出かけて、留守にしている時、に都城を通房によって攻め落とされた。そしてついに影響元年、1429年12月、万津吉は、鎌倉で、鎌倉久保、持有氏の命により殺害された。大城万岐が殺害された時に幼少であった、弱子、継承も、父と共に殺害され、継承誕生まで子に恵まれなかったために、 万津義が養子縁組を結んでいた、上杉憲友とも及び千葉、幕張高種への大城市継承を認められず、持ち舌の支援を受けた佐竹義人が三男の建国を当主に建てた。幼少の建国は佐竹氏のであり、本拠地であるみとも創出した、大城市は府中を中心とした小勢力に転落する。だが、影響の乱とそれに続く有機合戦で、 佐竹氏が鎌倉久保側と見られて、室町幕府の討伐の対象になると、大城市でも家臣団が、建国ら佐竹氏勢力を追放して、万津吉の罰師、追い友である、大津吉が、当主に立された。ところが、京徳の乱が発生して、かつての万津吉の養子であった、千葉康種が千葉思想家に反旗を翻すと、大津吉、妙、光は、 宗家当主の千葉種自家を救うべく出兵するが京徳四年、1455年、二甲種によって撃たれてしまう、本土自家古町。雷強の後を継いだ、清美紀はその後も室町幕府の意向を受けて、小学坊、足利重義氏と戦い、勢力の回復に努めた。その後、大城氏は、江戸氏、佐竹氏に押され、これに伴い僧侶家の求心力が衰えていく。 あと、北条氏の勢力が北関東にも及んでくると、大城清三は、上杉謙信と結び、佐竹氏らと協力して、反北条活動を取る。しかし、そのまま、江戸重道は、大城氏を攻め続け、当初中立の立場を取り、時には和睦の仲介を取っていた佐竹氏も、江戸重道に協力する。清清は、府中城の爪城をほとんど落とされ、 大城氏総領家の滅亡は時間の問題となった。通説ではこれをきっかけに後北条氏と結んだとされているが、中根正人は、佐竹氏が大城氏を攻めたのは、佐竹氏の内部事情によるものとし、伊達正宗の南下を前に、江戸氏の離反を防ぐ目的があった、清美樹の降伏後は佐竹、大城領家の関係は正常化して、佐竹氏にとっての大城氏との関係は、 宇都宮市那須市と同様の関係にあったとしている。天正十八年、1590年、豊臣秀吉による小田原聖伐が発生する。清清三木をはじめとする大城市一族は参陣をしなかった。結果、参陣をした佐竹義重に日立国が与えられた。義重は三戸城を攻めて江戸重道を追い出し、その勢いで府中城も攻め立てた。 激戦の末、府中城は落城し、大城清光は自害した。これにより、大城本州家は滅亡した。ついで翌天正19年、1591年2月、吉重は33官士と呼ばれた、鹿島、行方軍の大城市氏一族を大田城に招いた後に皆殺しにした。そして鹿島、行方軍に軍を進め、大城氏一族のほとんどは滅亡した。 中世日立で栄えた大城市の一族は多くの文献を出した。南方三十三館、南方三十三て、南方三十三館とは、日立国南部に拡挙する大城支配下の国人たち、主として鹿島、行方二軍の塚原市、奈目片市、浦部市、麻生市、島市など万国未満の土豪のこと。大城市の一族が多いが、別姓もある。 常に三十三の館、鳥出や、家、市が並存するわけではない。また、時代によっては、大城市と対立する江戸市や小田市、下佐の有機市や両足科学防火、関東管令、上杉市に従属する場合もあった。天正十七年、1589年以降は、下佐の千葉市の参下に入る。それが、結果的に、小田原不山人からの佐竹市による十三。 官房お札を招いた。滅亡後は、下佐に落ち延びた氏族も多く、千葉重種と共に、徳川家臣となったり、機能したりと多岐にわたる。平国家、大将、助本、大将、朝美木、大将京美木、大将光美木、大将寺美木、大将、森強、大将高美木、大将仙国、大将秀美木、万強指定、大将、大強し、 大乗持ちみき、大乗清しみき、大乗高みき、大乗常みき、大乗喜びみき、大乗砂漠に、上清しみき。宣告から持ちみきに至るまでの経図には諸説ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。